こんにちは、イラストレーターのモーナーキャンです。今日は美術館へ行った時に購入したこちらポストカードの収納方法についてご紹介します。最後まで楽しんでいてくださいね。では始めます。ポストカードの収納には無印のバインダーを利用しています。今まで行ってきた展覧会などのポストカードやチラシなどをすべて収納しています。こちら2013年ですね。西洋美術を見に行くことが多いのですが、このように絵本展を見に行ったり、こちら奈良博ですね。いろんなものを見に行っています。このように見返すと、いろんな展覧会に行っていろんなものを見てきたなと思い出します。ではこちらのページに今回購入したポストカードたちを収納していきます。美術館というところです。モネ展へ行きました。若い時の作品から有名な水蓮の絵もたくさんあって見どころがいっぱいでした。その思い出を思い出しながらポストカードを収納していきます。今回購入したのは全部で8枚です。どれも美しくって、どれにするかすごく悩みながら選びました。こちらに入れる順番はいつもなんとなくノリで入れています。どうしようかな。今回は全てがモネの作品ということで、有名な水蓮などの風景画だけでなく、た
たくさんの人物画もありました。この順番にしようかな。ということで1枚ずつ入れていきます。こちらは1867年頃、たくさんの人とにぎわった街が印象的な作品です。実際に見てみると本当に声が聞こえてきそうなぐらい臨場感のある絵でした。1ページ目が全て入りました。では2ページ目の方も入れていきます。1ページ目は人物が入ってる絵を特に選んで4枚にしたんですが、次の2ページ目は風景などがメインの絵を入れていきたいなと思っています。水田、ポストカードももちろん綺麗なんですが、これ生で見た時の色の鮮やかさであったり光の表現っていうのがすんごく美しくて、いくつか撮影可能の絵があったので撮影してきたのですが、カメラのレンズ越しで見た色の印象と実際に見た時の色の印象が大きく違っていました。なんかもっと淡いという
か実際に見た時の方がぼんやりとしているというか、色の混ざり合いの徐々に変わっていく様子っていうのが生で見る良さかなって思いました。ぜひ会期中に行けそうという方は生で見ることをおすすめします。ちなみにこちらの中のファイルは無印のものではありません。上に袋がついているものを選びました。こちらで全部入れ終わったんですが、このいつもチラシを入れてる横から入れれる袋が家に置いてた分がなくなってしまったので、またこちらの続きはそちらが届いてから入れようかなと思っています。なので一旦こちらはここに挟んでおきたいと思います。いかがだったでしょうか。このように美術館に行った時のポストカードは私は全部一つのファイルにまとめています。で、時々見返して、ああこんなことあったな、あんなことあったなって思い出したり、これをきっかけにインスピレーションを受けて絵を描いたりもしています。で、初めに手話でご挨拶させていただいたかと思うんですけども、手話のラインスタンプを作っております。ぜひそちらの方も手話をもっと身近に感じてもらいたいと思って作っているので、たくさんの方に使っていただけると嬉しいです。また3月31日日曜日、インテックス大阪にてアルトバリエ107に出展します。また5月11日土曜日、同じくインテックス大阪にてアート&手作りバザールにも出展予定です。その他出展情報については各種 SNS やこちらの YouTube でも YouTube でもお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録などをしてお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。モナキャンでした。